はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はイギリスティア7プレミアム巡洋艦のプリマスです。プリマス級はタウン級軽巡洋艦の第3グループの初期設計案であり、合計16門の 152mm 砲を4連装砲と4機に搭載していた点が特徴でした。はい、まあ、ということで、まあ、タウン級軽巡洋艦のね、第3グループっていうのはタウン級軽巡洋艦っていうのが、まあ、エディンバラとかベルファストの、船なんですけど、まあ、あれがね、グループが3つくらい分かれていて、性能がね、それぞれ若干違っているんですけど、まあ、その3つ目の第3グループの初期設計案がこのプリマスという話でね、まあ、主砲が要するに4連装でしたよっていう話ですね。うん。まあ、装甲をね、見てみると、これがね、まあ、一番エディンバラとの大きな違いの一つになってくるんですけど、まあ、エディンバラね、艦首装甲めちゃくちゃ分厚くて、40センチ砲クラスも長弾できる艦首なんですが、プリマスは非常に、普通の巡洋艦と同じく薄い装甲になってます。これはね、艦首から貫通されてしまいます。うん、で、おまけに結構バイタルパートも、弱くて、かなりね、海面に飛び出しちゃっていると。ん？そうですね。まあ、このように、全体を通して薄く横に、若干海面上に飛び出しているので、まあ、めちゃくちゃバイタルパートもらいやすいですし、まあ、あと、主砲のね、まあ、射界ですね。これも非常に悪くて、かなり真横を見せないと撃てないので、まあ、やっぱりね、エディンバラと違って、かなり撃たれ弱いテイスティングの船になってますね。まあ、一方で、火力は4連装砲と4機16門ということで強力。なので、エディンバラとはね、かなり立ち回りがちょっと変わってきますね。まあ、消耗品は修理班持ってますが、まあ、これはね、大回復できるイギリス修理班ではなく、まあ、通常の修理班が、まあ、4回分とちょっと多めに持ってます。で、ソナーを装備してますね。で、煙幕とレーダーは装備、変更ができますが、基本的にこれ煙幕安定かなっていうところですね。はい、HP は4万1000と高め。で、主砲が 152mm 砲、4連装4機16門ですね。リロードも早いというところで、AP 弾のね、火力は本当凄まじくて、撃てる環境で、状況であれば、めちゃくちゃ削れていきますね。うん、巡洋艦、駆逐艦、戦艦、まあ、横を見せてくれていればガシガシと削れていくのが特徴です。はい、で魚雷は10キロぐらいですね。まあ、一応4連装で装備してます。で、対空火力はまあそこそこってとこですね。はい、で機動性はまあそこそこですね。うん、全部そこそこで HP は高め。はい、まあ非常にね、打たれ弱い艦なので、まあエディンバラと違ってね、立ち回りが結構変わってきます。うん、まあ、割と距離を取った状態からの交戦をね、おすすめしたいところなので、うん、接近戦持ち込まれると厳しいですから、まあ、その辺も、ね、気をつけながら、このプリマスはね、戦っていく必要があるかなと思います。まあ、ただ火力凄まじいんでね、そこの楽しさはある。まあ、かなりね、ピーキーな船ではあると思いますね。はい、それでは早速プリマスで戦っていきたいと思います。それでは早速戦闘に移っていきましょう。はい、クリーブランドをいきなり発見しました。うん、まあここはね、こういうプリマスは割と開幕即煙幕していかないとね、逆にやられるんで、まあちょっとクリブラ消えちゃいますけど、まあ即煙幕でね、潜っていきましょう。ほんと危ないですからね。はい、でクリブラの方は発砲しながらも兵士打ちを選んでますね。まあ、確かにクリブラ装甲はそこそこ硬いですけども、このティア隊ではちょっとね、耐えられる装甲ではないんで、これを袋叩きにされちゃいますね。これ結構厄介だったのが、突っ込んでこられてなんかレーダー打ちながらやられたら結構厳しかったんですけど、まあ、いい具合に、うん、いい具合なところで止まってくれましたね。はい、でここは普通にね、撃ちまくってますけど、まあ、縦を向いていてもある程度削れますね。うん、縦向いてるか横向いてるかある程度削れるかなってところです。で、相手の駆逐艦は所在は不明ですね。うん、今のところジャンバールがしっかりキャプチャーを踏んできてるんで、これはちょっと厄介ですね。まあ、今からあと60秒あるんで、まだまだ撃てるでしょう。まあ、ただそうだよ、駆逐艦もサマーズもこれ煙幕潜っちゃってんだよな。これ見つかってないんだよ、正直煙幕潜らないでほしいんですが、まあ、潜っちゃったもしょうがないと。で、バヤールですね。さあ、流行りではないですけど修理班のない巡洋艦なので、これ撃たれ損なんでね、マジで。ここでね、のこのこと出てきたら結構危険ですよ、これ。はい、
回復は絶対できないので食らうだけね、厄介食らうだけもう食らうだけ死に近づくというね、このティア隊の巡洋艦ではなかなかない。いきなり半分削られちゃいましたね。でサマーと魚雷に追っかけられているんで大変そうですね。さあただこっちの煙幕もう一回晴れちゃうので、ここは、まあ、とりあえずは、うん、前進していきましょう。ジャンバーはでもこれどういう感じで来るんだ、これギリギリキャプチャー踏みながらあくまでも抵抗してる感じですね。でまあサマーズはまあ煙幕使いながらね、うん、煙幕射撃してますね。これもまあ視界が取れているからこそなんですけど、と見せかけてただ魚雷が一発当たってこれジャンバール落ちますね。うん、ちょっとジャンバヌにしてちょっともったいない最後でした。で相手の駆逐艦は北方面にいる、上方面ですね、言うと Z23 あんまり関わらない形になってるんでここはいいでしょう。まあ、あとはこれ煙幕からでサマーズがしっかり視界取ってくれるかどうかってところはちょっと重要になってきますね。うん、まあサマーズ今楽してますけど、まあ、正直こっちもね、まあ、これ煙幕巡洋艦の結構ね厳しいところで、まあ、最前線いるっちゃいるんですけど視界が切れるっていう可能性が割とよくある、うん、これはまああらゆるね煙幕艦を使ってて皆さん思うかもしれないですけど。さてクリブラも撃たずして撃沈しそうですね。まあ いやちょっと大体横逃げていくのも丸分かりだから、まあ、撃っときますか。はい、まあこれはいただきごっさんですね。フィジーも煙幕に潜っていく。でヴァンガード、グナイゼ、ナウト、まあいろいろ正面いるんですけど、グナイゼはもう沈んだのか。いや、グナイゼいますよね。フィジー煙幕潜っちゃったんでね、どうすっかな。うん、ここはまあ普通に、おっとシーキャパ入ってきた。ああまあフィジーがね C キャパ入ってきましたけど、そうですね、まあここは無視で、無視っていうかまあこう突っ込んでね煙幕、まあ、レーダーで炙るなん、あレーダーで炙るっていうかソナーで炙り出すみたいな強引なプレイが別にしなくていいと思うんで、これねちょっと、まあ、煙幕使いますけどワンチャンこれなんかサマーズがこの煙幕また居心地よくなっちゃってなんかとどまるみたいなことがすげえありそうな気がするんだけど大丈夫かな。ちょ気持ちよくなっちゃう可能性がなきにしもあらずが大丈夫かな、大丈夫かな。サマーズの煙幕打ち気持ちいいですからね、まあ、分かるんでもないです。はい、でフィジー横から出ているのでこれはもちろんします。うん、普通にしっかり切り込んできてますね。ちょっと厄介ですねこれは。サマーズ普通に発砲して撃たれてますね。これはもう私の理解を超えているこの駆逐艦はやばい、まあ、ヴァンガードに対してはしかしこのね圧倒的な削り具合ですね、うん、本当によく削れるんで横を見せてくれてる艦がいればもう削り放題ですね。サマーズは多分最後まで発砲をもうやめない勢いですね。一応ソナー使って魚雷警戒してまあ多分来ないですけどね、まあ、グナイズは削っていきましょう。うん、まあいい感じ削れますね。1回で5000からね4000、まあ、当たりどころ良ければそれぐらい持ってきますね。まあグナイ退避していくとき横見してくれればさらに削れるかも。ちょっと手前にポチャってんな。はい、さらにいいダメージで、ちょっと気をつけなきゃいけないのが煙幕は残り、まあ、30秒ですね。はい、ただこれ味方の援護で具内削り切れるか。これさあ残り3000ダメージぐらいですけど、3000じゃないか、もうちょっとあるか、5000ぐらいある。ここ具内落とし切りたいな。うん、こう火災起きれば落とせるけど、さあ見つかってしまいましたが、
はい、オッケーですね。グナイ落として、で、フィジーですね。まあ、まだ船体は綺麗なままなんで、はい。で、プリマスを気をつけなきゃいけないところは、もうこれ攻めがね、圧倒的に弱いんで、バイオアル落とされた。攻めがね、非常に弱いんで、こう横さらしてるとあっという間にやられちゃうんでね。まあ、ただ、こちらの火力もいいんですけど、まあ、防角撃たれるのには気をつけましょうという話ですね。はい、ただフィジーは激アト。で、このモガミは何だ？あー、旋回してんのかな？ちょっとまあモガミに関しては、まあ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 、引き打ちに移ろうとしているんでしょう。気をつけなきゃいけないが、モガミよりも正面の2隻か。モガミ、アズマと Z23 で、今ソナーがないんで切らしちゃってるんでちょっと厄介ですね。まあ、ビスマルクに接近して、うん、再建の意思じゃなくて、満載効果で早めに、うん、使いたいところですね。1分20秒か。でもこれでも、うん、で、東はガン立てに切り替えて、まあ、突っ込んできますね。うん、まあ、そこ横取って、がっつりやっちゃうのがいいかなと思います。うん、Z23 も正面にはいないんで、おそらく左にいるのかな。この際ソナーはもう使えなくてしょうがないんで、ちょっとここ出会い頭突っ込んでいきましょう。まあ、東も、リロード遅いですからね。ここで、完璧な AP を装填しているともちょっと思えないんで、はい、ちょっと艦載機に先行して見つかってしまいましたが、ただ Z23 の姿は見えない、うん、左に逃げているのか、まあ、こうちょっと魚雷怖いんでね、対魚雷姿勢はちょっとします。左にはいないですね。まあ、多分左にいるんだけど、東の方向に多分逃げてるんで、ソナーはまだ使えないです。で、東引き打ちに一応追い込んでるんで、おっと、でも東は普通にこちらに横見せして撃とうとしましたが、東に仕留められると。あれ Z23、 ああ、いた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 、はい、消えたと思いましたが、いましたね。さあ、これでラストでしょう。 Z23 は東が、うん、東に発砲しちゃってますね。これは榴弾をかましてくれば、はい、東優秀ですね。はい、まあ、というわけで、プリマスね、もう完全に時期を逸してますけど、まあ、使った感じは、やっぱりでもね、強いとは言えない、まあ、強いのか、まあ、強いとは言えないですよね。まあ、やっぱ火災がないんで、まあ、厳しいかなっていう印象が。うん、まあすごいありますね。まあうまく横取れれば、まあこれだけね、まあ、ダメージの質自体は高い。14万5000ダメージ出てるんで、うん、まあ AP のダメージだとすると、まあ、やっぱり火災ダメージと違ってね、回復がまああまりできないダメージになってくるんで、まあいいダメージなんですけどね。うん、まあただ、まあやっぱ相手との対マンでは完全に不利なんで、まあうまく横を取った、まあ、戦いとか、まあ、あとね、撃たれ弱いんでね、うん、撃たれる前にしっかり煙幕とか使っていかないと厳しいかなって感じですね。うん、まあ、正直エディンバラでも十分かなって感じはするんですけど、うん、まあ皆さんね、どうでしょうね。やっぱ防御力は重要ですよね。はい、それでは今回は、イギリスティアナ巡洋艦のプリマスでした。ご視聴ありがとうございました。